青ツバ青ゾウ、青オカ青ムシはカカメムシムシアモクカメムシ科や、その他の族に属する昆虫の総称である。その名の通り、緑色を主体とした退色をした代表的なカメムシの一群である。様々な作物の害虫であり、強い悪臭を発する。様々な植物につき、主として果実から吸収する。幼虫は成長のためには、 おおむね種子の栄養蓄積部である胚乳や腫瘍からの吸収が必須である。外形は一般のカメム虫類の典型と言って良い。全体としては頭が尖り、胸部は左右に張り出し、羽を畳んだ腹部は楕円型に次第にすぼまる。頭部は三角形で、基部の両端に丸い腹眼がある。触角は細長い。後期は針状で覆面に折りたたまれている。 胸部は幅広く、両端は丸く尖る。腹部はほとんど羽の下に収まっている。日本でよく見かけるのは、以下のような種である。なお、この2種は、緑色の個体だけでなく、全境が黄色のもの、体周辺に黄色の縁取りのあるもの、黄色に緑の反転が出るものなどの個体変異があり、これらは遺伝的な形質であると言われる。成虫は、 食草の上に数十個の卵を並べてくっつける。卵は楕円型で、てっぺんに蓋がある。幼虫は蓋を押し上げて出てくると、しばらくは乱海の周辺に集まって過ごす。やがて採食のために移動するが、集団のままで動くことが多く、次第に分散する。幼虫は初めは黒っぽく、霊が進むと、次第に緑っぽくなる。年からで、成虫で越冬して、 春に散乱する。孵化したに世代目のものが夏以降に成虫になり散乱する。成長が早いものは夏にもう一回世代を重ねる。多くのものが作物の害虫である。幼虫の育つ植物は比較的限定される種が多いものの、成虫になるとそれぞれに広い範囲の植物を餌とするので被害を受ける作物の範囲も広い。稲につく場合。 若い穂に集まって汁を吸う。汁を吸われた稲は、米になった場合に吸われた部分を中心に褐色に変化する。これを、反転米という。みかんや牡蠣などの果実の若いものには、茶羽青カメムシやツヤ青カメムシが集まることがある。これらが汁を吸った部分は、果実が若いうちは、その部分の成長が悪くなって、デコボコになる。ある程度熟した果実が攻撃を受けた場合、 外見上は小さな点が残るだけだが内部にスポンジ化したような部分を生じる。その部分から腐る場合も多い。これらの被害が発生する機構は更新を使って組織を破壊しつつ消化液の作用がある唾液と混ぜて液化したものを吸収するため接触が行われた植物組織内部に広範な組織欠損を生じることによる。青カメムシ類は 様々な作物の害虫であるが、これまでに何度かの大発生で世間を騒がせたことがある。1950年代今つから、南アオカメムシが水田で大発生して、四国や九州の稲作に大きな打撃を与えた。これは、農薬の普及から、ニカメイガなどの危険がなくなったことから、稲作が多様化し、稲穂の時期が長くなったことに起因するとも言われる。 約十年で人生化した。詳しくは南青カメムシの項を参照。1990年代頃より西日本各地でカメムシの大発生が伝えられるようになった。この大発生は広範囲にわたること、その出現時の個体数の多さで非常に顕著なものであった。大発生地では夜間に明かりの周りに 無数のカメムシが隙間なしに止まり、街灯の周辺には飛び回るカメムシが雲のようになっていた。この時の大発生に参加したのは、主として、茶羽屋オカメムシ、ツヤオカメムシと、クサギカメムシであった。カメムシの大群は、火を追って、次第に移動していったようである。和歌山県では1992年に、県南部の梅だけで、被害額は13億円との試算がある。 この時のカメムシ個体数は10アールあたり500万頭との推定値も出されている。発生したカメムシは、梅畑、みかん畑や柿畑に侵入し、大被害を与えた。殺虫剤を散布しても、カメムシは、隣の畑に移動するだけで、数を減らすにはほとんど効果がなかった。夕方の元に容器を置き、これに水を入れて溺れさせようとの方法が取られたが、 ひどい場合には、容器内がカメムシで一杯になり、捕殺の役割を果たさなくなった例がある。この大発生の原因は、杉ヒのキの人工林での、これらのカメムシの大発生が元であったようである。各地の人工林が繁殖の適齢を迎えたため、各地でカメムシの餌が一気に増加したためだといいのである。ちなみに、花粉症の増加もほぼ前後して起きているとの見方もある。 重要な作物害虫であるため、害虫としての特性把握や、殺虫剤試験のため、農林試験場などの研究機関において、しばしば類大飼育が行われている。青ムシ類は、様々な植物の様々な部位から吸収するとはいえ、本質的には、出食のカメムシであるため、乾燥した生の大豆と、落花生の種子を餌として与え、 水を十分含ませた脱脂綿で吸水することによって容易に類大飼育できる種が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。